演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。カルビーの47都道府県代表だし、山梨県代表札幌でバーベキュー味鶏もつ煮味を食べたいと思います。もつ煮かな、なんか食べてみたいなる感じだな。そうですね、この形おなじみですね。やっぱりこのアニメの方が好きなんですね。スティックタイプもありますけど、ではいただきます。これではちょっと取り持てないかな。ちょっと通常のバーベキュー味との違いが鶏もつ煮ってどんな味なんだろうと思って食べてみたのですが、食べてみた感じ通常の札幌でのバーベキュー味との違いがそこまで分からなかったですね。なんかここに鶏もつ煮説明書いてあって、縁を鶏もつって書いてあるんですけど、自分とこの鶏もつ煮味の縁は今日で切れちゃったかなっていう気がします。わざわざ普通にバーベキュー味買った方が良かったかなというような部分はどうしても拭いされないので、特産品の味をもうちょっと出してほしかったなというのが浮かんできてしまったのが残念でした。というわけでこちらの点数とさせていただきます。それでは燕飛ぶ雨の中こそ濡れるので、飛ぶことで水を弾いているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。